府日本自動車連盟では日々さまざまな車両のトラブルに対応すべく365日24時間体制で対応してくれています。今回は JAF 札幌支部の隊員の方に雪国におけるランドクルーザーの働きぶりを伺いました。北海道は全部基本ランクルを使っておりまして、まあ、なぜかというとやはり雪が降るのでランクルですと悪路でもどこでも走っていくことができますので、主に北海道ではランドクルーザーを採用しております。JAF ならではの特別な装備を伺いました。フロントについているウィンチ、もともとは鉄ワイヤーだったんですが、ナイロンにすることで錆びないとか金屈しない、型崩れしない、作業中ワイヤーが切れてしまった時、鉄だったら跳ね返ってきちゃうんですが、ナイロンであればその場でペタッて落ちるだけなので怪我することもないので安心して使えるっていうのが特徴です。このバッテリーですね、ちょっと特殊なバッテリーを使っておりまして、電動ウィンチや冬でのハザードなど酷使するものですから、たくさん電気を取り出せる強いバッテリーをつけております。あとはピントルフック、あのロープケインとかする際にこちらで使用しますね。これで開けてロープを入れて、で閉じて、でフックをつけて、あのロープで引っ張るという形ですね。このランドクルーザー70のフロントバンパーについている機器は何でしょう。こちらはあの JAF で作ったものなんですが、ここを開けて、あのこれバッテリーを挿す充電器なんです。もうボンネットを開けてバッテリーをつながなくても、ここから直接お客様のお車に電気を流してエンジンをかけることができます。ただ今のお車は結構電装品などシビアですので、今はもう使っていない状態ですね。常備されているものとしてはどのようなものがあるのでしょう。でこちらが JAF の搭載品式材になっております。でこちらから、ま、蛍光管、軽油10リットル、レギュラー10リットル、こちらの角材はですね、底に落ちてしまった時の車を救援するためのものに使います。パンクした時の車に使うこういった電動の空気を入れるやつですね。これでメーターでどれぐらい何キロパスカル入ってるかが分かるようになっております。でこちらカラーコーン、こちらやはり JAF の作業では路上に停車することもありますので、後方から来る車に作業中だよっていうのを知らせるためにカラーコーンと、あとこちらの三角表示板などを使用して、周りの車に注意喚起をしております。こちらはですね、網鋼板っていうんですが、凍結路面でお客様のお車をウィンチで引くときにこっちが滑って引っ張られちゃうんですね。輪止めだけつけてても全然滑っていっちゃうことがあるので、タイヤを乗っけて噛んで止めるっていう形ですね。室内での特殊な装備も伺いました。こちらもちろん普通に走るときに使うカーナビなんですが、お客様からのご依頼が入った際にまず受付を通して、で受付から今度こちらの方に流れてくるんですが、こちらの受信一覧っていうところで押すと、お客様の住所とあとお車の車種が出てきて、で了解とか押して向かうという形ですね。でそうすると自動的にお客様のご住所がこちらにもうすぐ反映されるという形になっております。こちらの網なんですが、車が横転した時とか、あと後ろから事故に遭った時、もしくはの急ブレーキを踏んだ時、その時に中にある資機材が運転手の方へ飛んでいかないようにするためのものになります。これで安全を確保して運転しております。 JAF 札幌支部では様々なランドクルーザーが活躍しているようです。でこちらの車はショートボディで、これですごい良かったことが実はありまして、お客様の駐車場内で雪に埋まったスタック作業に行った際にすごい切り返しができないぐらい狭いところだったんですね。でもこのボディの長さだとお客様のお車に合わせることができて作業ができたので、このショートボディじゃないとやっぱりいけないところが多々あるので、長く大切に
扱ってメンテナンスをして乗っております。だいたい20年ぐらい今使っておりまして、距離数ももう40万キロを超えているところになります。それでもバリバリ走ってくれてます。こちらの70ピックアップはですね、 JAF の全国で唯一ここにある車だけになっております。このピックアップの形が私自身すごく大好きでして、高速道路とかでもしっかり安定しているので、長距離でも全く疲れることがなく乗ることができます。ではこれから荷台の方をお見せしますね。でこのような形で開けて物を取り出して作業を行っております。こちらの作業灯もありまして、夜間暗闇の時も資機材をすぐ出せるようになっております。下もこれ上と下連動していてですね、バックする時などに真っ暗で何も見えないので明かりを照らして下がっております。他にもミドルボディで FRP のルーフで軽量化されたランドクルーザー70もあり、比較的新しいランドクルーザープラドにはナンバーの裏にウインチが装備されています。ランクルはもう私にとってはもう大切な同僚仲間みたいなものですね。馬力があって一番は頑丈なところ、札幌市内基本住宅街とか立体駐車場なども行くんですが、林道とかも入りますのですごい悪路などもあります。やっぱり頑丈なフレームもそうですし、前後デフロックがついていたり、車両も重たいため大抵のお車であればもう引き出すことができますので、やはり安心して私たちも作業ができるという面でランクルを愛しております。